はいどうもみなさん、こんにちは。えっ、ー、とね、あのー、うつのね、期間、あのー、キングオブコントね、見ましたよ。はい。で、まぁ、あ、ちょっとね、そのもう、もう M1 のシーズンになるから、それが始まる前に、あのー、ちょっとキングオブコント一発語っとかないとらっていう、えー、責任感がありまして。 お笑いルポライターとしてね。で、まあまあもう本当に詳しく知りたい人はもう、あのね、カモメンタルのう大さんのノートとかを購入して、えー、見てもらったら一番面白いと思うんですけど、えー、まあまあ僕なりのこう切り口というか感想ですよね。なんかまあ素人の感想と思って聞いてくれたらいいと思うんですけど、あの、まずね、だから去年がさ、その、 神回だったっていうのがあるじゃないですか。で、まあ、去年もさ、考えてみたら、その、キングオブコント見たのって、鬱だったなと思って。で、やっぱ僕は、その、男性ブランコの一本目のネタあ、やっぱすごい好きだ。何回も見ましたね、あれなんかね。その、ほんま来てくれたんやね。で、あれがやっぱ、その多様性をことほぐ今の笑いだなと思って。で、あれですよね、その、 あの、去年の場合は、その、優勝した空気階段も、その SM クラブにいる警察官と消防員みたいなの。 で、男性ブランコのあのね、そのチアラジュニアみたいな女性がタイプだ、大好きだみたいなのとか、で、えっと、もう一組の、だっけ、名前忘れちゃった、コンビ名忘れちゃったんだけど、えっと、もう一組も、あれでしたよね。えっと、その、ほ、もうちょっと街で怪しいおじさんをやたら信頼する人みたいな、ああ、そういうネタで、あの、全部、なんていうのかな、 多様性をことほぐネタなんですよね。こういう人って、その、茶化して笑いにするっていうのが昭和の笑いだとすると、いやいや、そういう人がいてもいいじゃないっていう笑いで、あらわ素晴らしいなと思って。で、それはやっぱその、審査員が変わったっていうところも大きいなと僕は思ってたんだよね。で、やっぱりその、言ってもやっぱバナナマンとかサマーズ、僕はその芸人さんとしては好きですけど、世代で言うと僕らよりもちょっと上で、 段階ジュニア、まあ、言ったらちょっとバブル世代とく,くってもいいぐらいかもしれないぐらいその要はその良かった時の日本を知ってる最後の世代っていうかであの人たちの感覚っていうのはどちらかというとその去年のネタでいうとジェラードンね ジェラードンはその角刈りの女子高生っていうその見た目のインパクトとか異業の存在を異業だという理由で笑うっていう笑いのコードなんですよ。で、そのコードっていうのの究極系は多分トンネルズのああいう「ホモーだホモーとかになっていくんだろうけど、そういう社会じゃなくなってるじゃないですか。で、コードが変わってるんですよ。で、そのコードの変化っていうものに敏感な人たちが ね、笑いを作って去年の大会って。しかも、審査員の側も、そのサマーズバナナよりも、もう一世代下がって、就職氷河期世代ですよね。僕、だから、バイキング小峠さんとか、ロバート秋山さん、えー、東京03飯塚さん、えかまいたち、えー、山内さん、ま、まっちゃんはいつも同じなんだけで、で、 で、彼らってだい大体40、アラフォー,ー43、山内さんとかって30なのわかんないけど、まあ、山内さんは飛び抜けて若いにしても、たいこう45ぐらいとかあ、で、サマーズとかバナナさんってもう50、 ちょいすぎなんで。だから、ちょっと7年ぐらい下がった感じなんですよ。で、審査員の年代がね。で、そうすると、その、その審査員の感性と、その作り手の感覚の新しさ、つまり笑いの高度みたいなものが、えっと、えっと、昭和から平成令和にアップデートされてるっていうものがバチッとハマって神回になったっていうのが僕の分析なんですよね。で、だから、もし、その去年の審査員がバナナとおサマーズのままだったら、もしかしたらジェラードンが言ってた可能性あるなって。 で、って僕はちょっと思ってるぐらい。で、え、じゃあ今年めちゃくちゃもちろん期待するわけじゃないですか。で、今年は、まあ、今年も神回だね。いや、もう去年を超えたね、みたいな人も結構多いんですよ。で、実際、その優勝したビスケットブラザーズのね、点数ってなんか去年の空気階段をすら上回ったんでしたっけで、なんか、 すごい大会だったみたいなことを言う人もい,い,いるんですよ。で、まあ実際、それに別に異論はないんだけど、僕は去年の方が好きかだったかな。まあまあ、なんていうの、あの、全然もうこれはもう好みの問題だからさ、なんかその、カレーが好き、カレーの方がうまいっていう人とラーメンの方がうまい っていう人が喧嘩しても平行線なのと同じで、これも感性の問題であって客観的な数値化できるものではないんだけど、えっとねまず、えっとだから今年のそのビスケットブラザーズがすごいのはもう別に異論はないし優勝したのもまあ異論は全然ないのよね。で、えっと実際もう受け方とかもすごかったしね。で彼らってそのえっと彼らのただあの出順 やっぱなんかちょっと、やっぱ押しむらくは出順なんだよね。で、あのー、ま、あ賞ーレースっていうのは出順が決めるっていうのは結構あってさ、例えばだから去年で言うと、去年の M1 で言うと、その、なんだっけ、えっと、えー、モグライダーか。 去年の一発目は、ね、最初にやったモグライダーの手、もし5番目、6番目だと、多分決勝3組残ってるクオリティだったんじゃないかなと思ってって。で、多分そう言ってる人も何人か僕は聞いたことがあって。で、だから出順相当重要で。 で、今回も、やっぱ一番可哀想だったのは黒コップなんですね。だからあのネタが5番目、6番目に来てたら決勝3組に行ってたかもしれない。逆に言えばですよ、ビスケットブラザーズね、あのネタ、出順1番だったら多分3組にすら行ってないと僕はちょっと思ってますね。で、じゃあ、あのネタが劣ってるからじゃないんですあのネタは素晴らしいし、そしてビスケットブラザーズって、いわゆる、その、今回のビスケットブラザーズの 爆笑の取り方っていうのはパターンで言うと、その結構数年前のあのニャンコスターとか、あの笑いの取り方なんですよ。だからそのすごい作り込まれたシュール、だからコントって作り込めば作り込むほどシュールによる傾向があるんですよ。で、そのシュールシュールシュール作り込み作り込み作り込みをずっと見てきて、あのタイミングでベタ っていうのも違うんだけど、要はその、見た目のインパクトとか、とにかく楽しい。何も考えずに見れるみたいな。だらなんかその、そうそうそう。そうだからなんか、それが来た時にすごい沸点に達したっていうのがあって。だからなんか、あれですよね。その、今年ね、またこれはまた別で語ってもいいんだけど、あの、トップガンマーベリックがとんでもなくヒットしたですよね。で、あれって何かっていうと、その映画がこの数年、やっぱりこの社会が深刻なのもあって、 すごく、まあ、アカデミー賞のねその撮る映画を並べてみてもノマドランドとか、ね、半地下の家族とかずっとこう格差を描く話だったり貧困とか差別とかでそういうねあのー、映画がすごく続いてすごく映画っていうのはなんかこう考えながら、えー、見なきゃいけないようなそういう雰囲気に、えー、ちょっと飽き飽きしてた人がいて。 い,てそれがいや、映画っていうのも何も考えずにポップコーン食べながらコーラ飲みながら最高だったーでも何も覚えてねえわーっていうのが映画だよねっていうのが来た時にトップガンマーベリックがちょうどそのタイミングでもうメガヒットしたっていう構図に近いんですよ。だからビスケットブラザーズのあのネタがあの 受ける前提条件が整ってる手順だったから受けたんですよ。だけど、何度も言うけど、あのビスケットブラザーズのネタっていうのはすごいネタだと思うし、あと、彼らはそのニャンコスターの受け方をしたんだけど、ニャンコスターと決定的に違うのは、彼らはもう地型も強いってことです。ニャンコスターはもうあのネタがあの手順でハマっちゃったっていう。で、もう三村さんとかが喜んじゃったっていう、それだけの話なんだけど、ビスケットブラザーズの場合は、あ,あのネタって結構バカに に見何て言う,かな,ていうのかな、もう、ケース、なんていうかなもう、もう、なんか、ラーメン二郎みたいなラーメンが出てきたときに、いや、なんか、何も考えて作ったんだろうと思ったら、実は、あの、厨房に道場六三郎がいて、計算し尽くされた二郎なんです、みたいな、そういう話なんですよね。た <laughs> とえわかるかな、この例とえ。だから、その、ね、合成、化学調味料ドバドバじゃなくて、 もうもうもう、実はこのもうバカみたいな味するんだけど、バカでバカみたいな脳汁ドバドバ,ドバ出る、その二郎系の味なのに、めちゃくちゃカツオだしとか、その日高昆布とか使って、もう計算尽くされた料理みたいなのがビスケットブラザーの。だから、あの値段ってよく見るとちょいちょい挟んでくるワードが全部完璧に考えられて計算し尽くされてるんですよね。 それが多分まあビスケットブラザーで優勝したもうね、あの理由で、で、だけどその話戻すと、あれがじゃあ一発目に最初のネタだ、黒コップとの順番で出たら、あれほど受けたかというと、やっぱり、いやいや、トップバッターでこれはすごいねとは言われたかもしれないけど、優勝には至ってないんじゃないかなと僕は思う。はい。 で、えっと、で、それで言うとやっぱ黒コップは本当に可哀想ですよ。みんな言ってるけどね。もうあんだけ受けてって、あれはもうトップバッターじゃなかったらあんな点では絶対なかったはずで。で、すごいゲね、まさにそのボケとかツッコミとかっていうのをもう無効化してしまうほど現代的な作りのネタだったし、もう完璧、もう本当にあの設定の分かれせ方のスピーディーさとか、もう本当にちょっと奇跡的なネタだなと思いましたよ。で、僕、個人的な その目線で言うと今回その大会前に一番楽しみにしてたのは2組あった で、すよ両方とも不発に終わったじゃないですか。で、それはもうビスケットブラザーズで場が荒れちゃってたからで、ね、あんだけの爆笑の後ってもう、あの、舞台の上に、あ舞台の上が、その、街中華の床みたいになってるんですよね。だからあ、その、あんなとこで受けれるわけない。あんだけ受けちゃうと、もうね、次の人やりづらくてしょうがない。 ね、もう何やったって受けないんですよね、多分ね。もうあれを見せられちゃうっていうか、あの、あの爆発がね、あの、ビスケットブラザーズがあんだけ爆発しちゃうと、もう火薬残ってないって感じになっちゃうんですよ、お客さんがね。だもう本当に日社と最高の人間はかわいそうだった。で、僕なんかの記事で読んだんだけど、なんかね、あの手順って、そのなんか、えっと、 M1 はさ、エミクジっていうね、その、えっ、ー、と、上戸彩さんが弾く、そのクジじ,じゃないですか。えー、なんだけど、キングオブコントってクジでは絶対できないわけ。なぜなら、あの、コントってその舞台設置があるから、で、しかも生放送だから、ね、出順っていうのは、実は、 いろんな要素によって決まってるらしいんです。で、それはもう公開されてないブラックボックスなんですよ。ブラックボックスなんだけど、多分だけど、スタッフ側のこのネタの後にこのネタの舞台設定はちょっと無理だなとかっていう現実問題とかも多分あると思う。ね、それはその大、大がかりなセットを組むネタとネタの後にもう一回大がかりなセット 組むっててななるるとととももううう時間間に合わいいからとかからら多多分分そういう流れれ考えられてるだけどもう一個言われてるのはえっとね準決勝でいわゆるまあ数値化されてないんだけど得点があってその得点の低い順らしいんですよ。でそれはフェアだと思うんですよね。つまりその今回みたいなケースももちろんあるんだけど基本的には。 自分で選んでいいよと言われたら芸人さんは後になればなる方が得だっていうのはセオリーとしてあるわけそれはその会場が温まれば温まるほど受けるからねだから一番には誰も救われたくないわけですよじゃあその一番を誰どうやって選んでるかっていうと準決勝の 点数みたいな、これもブラックボックスなんだけど、準決勝の点数が低い人が一番になって、一番高い人が鳥なんですよ。で、今回鳥が最高の人間だったんですよね。で、日社が確か、えっと、ビスケットブラザーズのアットだったんじゃないかな。だから日社は、えっと、優勝候補と言われてたんですよね。で、で、実際なんかね、えっと、準決勝を見に行って、 人人たたちは最高の人間の間本目を見たかったっていうツイートをしてて、それがちょっとバズったらしいんですよね。っていうのは、なんかね、準決勝でやったネタを2本目にやる予定だったのかななんか。で、そのネタがもうとんでもないネタ。で、あれやってたら優勝だったんじゃないのぐらいのネタだったらしいんですよ。で、多分最高の人間は、もうあの2本目にかけたんですよ。だから2本目で勝つっていうのがあったから、1本目。 で、なん、まあ、一本目で逆に言えば、一本目は必ず三組は残るだろうという読みをしてた。に、日本のシごめんなさい、えっと、最高の人間ね。え、岡野さんと吉、えー、吉住さんね。で、えっと、で、日社ももしかしたら二本目にかけてたかもしれない。なぜなら、それ、それぐらい、要は鳥とその前っていうのは、準決勝でそれぐらい受ける順番としては一番受けてたっていうことだから、この二組は非常に自信があったからこそ、一本目を、 二本目にこそいいネタを温存した可能性が高いんですよ。 で、僕が今回見たかったのはやっぱり日本の社長の2本目と最高のに人間の2本目で、それは本当にいつかどんな形でもいいからやってほしいし見てみたいなっていうのはすごくありますね。で、僕はすごくまあ、吉住さんのファンだから、女芸人さんの中で一番好きぐらいかもしれないんで、なんかすごい彼女のセンスとかすごく見たかったし、で、日本の社長もああいう形でね、全然受けなかった。 だけどやっぱりなんかその彼らに対する信頼というのは僕は大きいし今回も優勝候補だったなとやっぱ思うしあの順番さえあのなんていうの違ってたらあ2本目やれる十分チャンスはあったわけだしなんか手順が本当に悪かったっていうのはクロコップ日本の,、えー、日,本の日本の社長最高の人間この3組は手順にちょっとね嫌われたかなっていう。 評価かなっていう感じですかね。でいて、えっと、あとは、その、その他の話を言うと、まあ、そのビスケットブラザーズ面白い当たり前。で、あとはもうみんな言ってるけど、その、賞レースって2位が一番得する論っていうのがあって、だから、その、 ね、オードリーだって2位だしさ。で、なんだっけ、あの、ミルクボーイが優勝した年はペコパが一番得してるしとか、あるじゃないですか。だから2位が一番得する論で言うと、まあ、今回やっぱこっ、 コットンは絶対売れるんだよね。多分もうあの、ビスケットブラザーズより売れていくと思いますよ。っていうのはコットンって実は、あの僕、そのオードリーのラジオに、あの、ゲストで来た回とか何回か聞いてて、あの人たちもう平場が激強なんですよ。で、やっぱり、その、 超レースで結果残すと一周するって言うんだけど、すべての番組に出るらしいんですよ、なんとなく。で、その時にやっぱ地形が出るのは平場の強さで、で、そのビスケットブラザーズの平場は僕は未知数なんだけど、コットンってもうえげつなくて、もう明日から普通にレギュラー張れるぐらいの地形の強さだから、もう売れないわけがないって感じですね。で、あのビジュアルとか、あの二人のね、 二人のキャラが離れてれば離れてるほどコンビって面白くなるから。いや、あれはもうちょっとコットン、今回、だからあの、2019年だかの時に、あ、これペコパ行ったなって思ったじゃないですか、みんな。それと同じようにもう、コットン行ったなっていうのが今回の感触。で、他は、 あとはまあみんな言寝てるその野弾の一本目はすごかったっていう。もうあれ完璧かななんか僕はもうなんか純粋なコントだけだったら僕はもう野弾の一本目が優勝でいいのかなって感じはするね。で、あとはその香谷も本当にすごいネタだなと思ったし。で、あと僕ね、実はね、みんなあんまりこう妻とかも共感してくれないんだけど、<laughs> あの、ロングコートダティも大好きでしたね、あのネタね。 なんか2回見て2回目の方が笑ったんですよ、僕。ロングコートダディのネタ。あの、なんだろうな、あの、なんかもう、絶対他者で、ね、あれね。だ <laughs> からその、なんて言うの、その、我々とは違う世界に住む存在じゃないですか、あのコックさんって。<laughs> その、全然 <laughs>、緊張しすぎてあ、全然って言うんだけど、その全然、 全然が、もう、どんどん怖くなってって、なんかその、異業の存在はあそこまでさ、なんか、や、やあれはほんと全然って万能の言葉じゃないですからねって、あの、この突っ込みとかも、もうなんであんだっけ、あれもっとさ、もう、ビスケットブラザーズぐらい受けてもいいんだけどなーとか思ったりしながら、僕はロングコートダディーすげえなと思って、 だなやっぱ、ロングコートダディは面白いね。ずっとね、去年の M1 もそうだけど。って感じですかね。で、あともう一個で言うと、あの、オープニングのさ、そのラップあれが、えっと、なんだっけ、梅田サイファーっていう、なんかそういうラップユニットのやつですぐも,うもう、もう歴代最高のオープニングみたいに言われてるのね。で、なんか僕もすごい、あの、あれはもう何回見てもかっこいいな、確かに思うんだけど、 なんかね、やっぱ去年の空気階段にかけて、各ね、そのコンビなりトリオが、その階段を登っていくのと合わせての、そのコンビの魅力を、陰を踏んで、みたいなめっちゃかっこええわ。まあかっこいいですよ、あの映像も。もう本当にあれはかっこいいです。そして金もかかってるでしょう。え、だけど僕は、なんかオープニングは去年が本当に好きだったから、 僕の中では少数派だと思うけど、去年の勝ちなんだよね。去年のね、2021年のキングオブコントのね、オープニングね、あの、くるりの楽曲でね、その、それぞれの芸人さんがネタを書いてる姿っていうのをなんかこう、あれね、な、確かね、映画監督が撮ってるの、去年のね、えっ、ー、と、去年のキングオブコントのオープニングって、何だったかなえっ、ー、とね、僕結構好きな映画監督が撮ってるんですよ。 で、ああ、すげえな、やっぱ面白い。で、ね、しかも、くるりでとか、ちょっと感動した。去年の方が僕は勝ちなんだよな。今年はやっぱ本当にバチンかっこよかったからわかるんだけど、あの、去年のあの、くるりの楽曲のオープニングなんかもう本当コントってかっこ かっこいいなぁって、もう感動したのは去年のオープニングかなという感じでございます。ということで、もうこのままだとフリートーク会になっちゃうので、この辺にしたいと思います。はい。えー、っとですね、今日の聖書研究は、オベデエドムとアベイラビリティというタイトルです。まあ去年、えー、あの前回と同じタイトルなんですけれども、えー、5年前の僕のデボーションメモから、えー、分かっちゃっていきます。第一歴代史の26章の4節から5節、えー、オベデエドムには子供があった、長男シエマヤ。 次男エホーザーバーで、えー、三男ああヨアフ4男サカル5、えー、男ネタヌエル6男アミエル7男イッサカル8男、えー、ペウルタイ神が彼らを祝福されたからで彼を祝福されたからであるっていうねまあ、この歌唱同じような箇所で前回ねで前回はその平均会帰っていうねそのオベデドムってもしかしたら両親がすごく苦しんでた人だった のの可能性が彼の名前からからわるんで、すよねであの、今回は、前回もちょっと話したけど、10年以上前、愛知県に住んでいた時に、僕はその東京の青山で開催されたニューヨークのスラムの子供たちを救済する働きをするビル・ウィルソンさんっていう牧師さんの講演を聞くためだけに、仲間数人と車を片道5時間運転して東京まで来たことがあるんですよ。で、そのセミナーの時間2時間そこそこだったんだけど、な内容ってすごい未だに妙に覚えてて、それはそのエベ、オベデエドムに に関するメッセージだったんで、すねでそれ以来、オベデ・エドムという人は、そのなんか、僕の心の中に生き続けていて、で、ビル・ウィルソン氏さんによれば、オベデ・エドム で、その、ダビデが神の箱を運ぶとき、ウザの割り込みによる死の事件があって、で、その箱の、神の箱を一時的に保管したときに初めて登場して以来、そこかしこに何度も、いろんな文脈で登場するんですよ、オベデ。あ、ここにも、あそこにも、みたいな感じで登場するんですよねで。つまり彼は便利な男なんですよ。で、彼は自分の適性に合わせて仕事を選ぶ人間ではなく、仕事に合わせて自分を変えられる人間だったわけですね。 そして何より彼はいつも自分を使えられるいつでも人に使えることができるような状態にしていた人間だったんです。で誰か時間と手が空いてる人はいないかっていうふうにダビデとかねそういう神様が探した時に彼はいつもそこにいていつも「はい私大丈夫ですよ」って言った人なんですよ。 それが彼の何よりの資質だったわけですね。で、ビル・ウィルソンさんのメッセージによれば、教会にもそのような人が必ずいるっていうことを言ってました。受付をしてたかと思ったら司会をしてて、その後はアッシャーをして、PA を手伝い、そして人々の送迎もする。そういう人が教会にはいると。で、そのような人を実は神様はことさらに愛されるし、ことさらに用いられるっていうのが、そのビル・ウィルソンさんのメッセージの核だったんですよ。 でウィルソンさんが牧師になった時に彼には教育も学も資本もなかったけれどもお金もなかったけれども私でよければやりますという気持ちで手を挙げた結果がそして挙げ続けた結果が今は世界最大の教会学校の先生になっているっていう結果になっているよというような話でした確かね。で神様は能力のある人を用いられます。だけどそれ以上に 能力のある人を神様は探しているのではないかもしれないなって、そのメッセージを聞いてから僕は思うようになった。それ以上に神様は、まあ、えー、英語で言うところのアベイラブ手の空いている人を求められているんじゃないかなっていうふうに思いますで。手の空いている人というのは暇にしている人っていう意味じゃなくて、種のために意図的に自分のスケジュールを開けている人のことだと思うんですよねで。お金にしても時間にしても自分の必要のために全部使ってしまわず、いつも何割かを 神様が呼んだ時にそれを使おう。このお金を使おう。この時間を使おうっていう形で余裕を持たせるという意図的な自己規律のもとにその人はアベイラブルなんです。アベイラブルな人ってじ、えー、と自己管理ができない人じゃないです。逆です。究極の自己管理ができる、えー、できてるからいつも余裕を持たされてることができるからアベイラブルなんですよ。えー、そして必要ならばいつでも行けるようにしておく。自分の体も整えておく。ちょうど一般市民の中にもいつでも有事の際には兵士になる。 契約をえ軍隊と結ぶ人っていいるじゃないですかで自衛隊もそういうい契約ありますよねでえそのように神の国の兵士として身を捧げそのためにならいつでも神様が必要としたら「はい私行きます」っていう風に時勢を行怠らない自立を怠らない自己管理を怠らないお金とか時間をちゃんとそのために性別していくっていうことを怠らないそういう人の代表こそが実はオベデ・エドムだったんだよって話なんですよ。 そしてそんなエオベデエドも神様は祝福されたんですよね。 で、聖書はさらっとそれを書いてるんだけど、そこには熱い神様からのメッセージが込められているように私には感じられます。で、私も本当に全然できてないものだけれども、オベデエドムにちょっとでも見習いたいなというふうに思う一人であります。え皆さんもえ、このアベイラビリティというのを大切にしてみてはいかがでしょうかということで、まあ、ほとんどの時間をキングオブコントの話をしたわけですけれども <laughs>、えっと、今日はオベデエドムとアベイラビリティという 聖書研究をお送りしましまた最後まで聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。